プーチンの第5産、ドイツへのガス供給停止がまさかの不発、それでもまだドイツが安心できない理由、バブル崩壊以降最高値をつけた株価、相次ぐ世界の半導体大手の国内進出、コロナ明けで戻ってきた外国人観光客、なんだか明るい兆しが見えている日本経済。実はその背景には、日本を過去30年間苦しめてきたポスト冷戦時代から米中新冷戦時代への大転換がある。今日本を取り巻く状況は劇的に好転している。この千載一遇のチャンスを生かせるのか、商社マン内閣調査室などで経済分析の専門家として50年にわたり活躍、国内外にも知識が多い著者が、ポスト冷戦期から新冷戦時代の大変化と日本復活を示した話題書、新冷戦の勝者になるのは日本を抜粋してお届けする。今回はポスト冷戦時代に中ロに依存した成長戦略を取ったことで新冷戦時代に苦しむドイツを中心としたヨーロッパの姿を明らかにする。前編記事、中国とロシアに依存しすぎていたドイツの悲劇、ウクライナ戦争で180度変わった蜜月関係。プーチンの天然ガス供給停止、ウクライナ戦争と米中対立に象徴される新冷戦構造はドイツ及び欧州の成長モデルを崩壊させた。前編でも述べたように、ロシアがノルドストリームによる欧州向けガス供給を停止したために、ロシアと欧州の双方に致命的な打撃を与えることになった。特に福島原発事故を契機に原発廃止を決めたドイツのエネルギー事情は深刻である。ウクライナ戦争で EU とともにロシア制裁に踏み切ったドイツに対して、プーチンはガス供給の停止という禁じ手で応じたため、ここで初めてドイツはロシアが信頼できるエネルギー供給国との見方は幻想に過ぎなかったことを思い知らされた。厳しいドイツの冬を越せるか不安視されたが、ドイツはカタールとの間で年間200万トンの LNG を購入する15年の長期契約を結び、さらにノルウェー、カナダなど調達先の多様化を進め、なりふり構わず高値でのガス調達に奔走した。幸い暖冬のせいもあってガス貯蔵タンクは満杯となり、ドイツ各地のクリスマスは例年通りきらびやかな光で飾られた。北海沿岸にはドイツ初の LNG 受け入れ基地も完成。プーチンの思惑は外れ、ドイツはガス輸入における脱ロシアに大きく舵を切った。しかし問題はこれで解決したわけではない。企業の中にはエネルギー価格高騰を事業リスクと認識するところも出てきており、燃料不足で生産減少に追い込まれた素鋼、アルミニウム、化学などの業種ではドイツ工場の海外移転も検討している。特にエネルギーが豊富で価格面での優位性を持つ米国はドイツ製造業にとって魅力的な移転先である。ドイツ産業へのエネルギーの安定供給を長期的に維持していくことが容易でないことがウクライナ戦争で明らかになった。将来のドイツのエネルギー確保の見通しについて、ドイツ政府は2035年までに電力は 100% 再生可能エネルギーで賄う方針であるが、エネルギーの安定供給、エネルギー価格の安定、再生可能エネルギーへの転換をいかに実現するか、ドイツ経済にとって大きな課題であることに変わりはない。産業立地で優位なはずだったドイツがエネルギー危機で製造業者に動揺を与え、産業空洞化のリスクが大きくなった。中国との関係見直し、中国の露骨な覇権主義と激化する米中対立も独中関係の見直しにつながりそうだ。第一に南シナ海、東シナ海で法の支配を無視して力による一方的な現状変更を試みる中国の軍事的脅威は、戦後ドイツの価値観からも見過ごすことのできないレベルまで高まっている。2021年にはドイツ海軍フリゲート艦バイエルンをアジア太平洋に派遣し、日本にも寄港するなど中国を牽制し始めている。第二に経済安全保障の観点から、自分に都合が悪くなるとすぐにレアアースなど重要資源の供給を停止したり、相手国からの輸入を禁止する中国との関係を緊密化することに警戒感が高まっている。第三は同盟国、友好国に限定されたフレンドショアリングから中国が排除されるので、中国に生産拠点は置けなくなるし、先端技術製品の中国向け輸出も制限されることになる。2023年3月、ドイツ閣僚として26年ぶりとなるシュタル・クワツィンガ教育研究相が突然台湾を訪問したが、これはこの文脈で捉える必要がありそうだ。
安価で豊富なロシア産ガスに依存して巨大な中国マーケットへの輸出を増やして成長するポスト冷戦時代のドイツ及び欧州の成長モデルは新冷戦の下で崩壊の浮き目に遭うことになる。新たな成長戦略が見えず、残念ながらそれに代わる欧州の新たな成長戦略が見えてこない。問題はウクライナ戦争で EU の分断が進むことだ。第一に2009年からのユーロ危機で緊縮財政を強いられたギリシャなど周辺国はドイツなど EU リーダーに対する不満が鬱積している。第二に流入する移民難民に比較的優しい西欧加盟国と受け入れを拒否する東欧加盟国で意見が対立している。第三にウクライナ戦争による経済エネルギー危機に金に任せて対応したドイツなど豊かな国とそれができない東欧、南欧加盟国との間で圧力も生じている。ウクライナ軍東部ドネツク州の集落を奪還、大統領がビデオ公開。ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、東部ドネツク州のスタロマイオルスケ村をロシア軍から奪還したと表明するウクライナ軍兵士のビデオを公開した。ビデオではウクライナ軍兵士が第35旅団と領土防衛部隊が任務を果たし、スタロマイオルスケ村を解放したと語っている。ロイターはこのビデオの位置情報を独自に確認できていない。スタロマイオルスケ村はウクライナ南部と東部の一部を支配するロシア軍に対し、ウクライナが6月初めに開始した反転攻勢でウクライナが奪還した小規模な集落群の南に位置している。ゼレンスキー大統領は前日、前線で非常に良い結果が得られていると述べ、近く詳細を公表する考えを示していた。ロシアのプーチン大統領はこの日、南部でのウクライナ軍の攻撃が激化していると述べている。ロシアが集合住宅をミサイル攻撃、3人負傷、ウクライナ中部ドニプロ。ウクライナ中部ドニプロペテロフスク州のドニプロで28日夜、集合住宅がロシアのミサイルの直撃を受け、少なくとも3人が負傷した。クレメンコ内相が明らかにした。クレメンコ内相は対話アプリテレグラムに、ロシアのテロリストが集合住宅を攻撃したと投稿。ソーシャルメディアに投稿されたビデオには、大規模な集合住宅の中庭に瓦礫が散乱しているのが映っている。ロイターはこのミサイル攻撃について独自に確認できていない。ロシアには秩序というものがないのか。侵攻当初から民間人への虐殺、略奪、レイプ、誘拐、拷問、処刑とやりたい放題である。2万人にも及ぶ子どもの誘拐からの少年兵の育成、子どもたちに自分の親に向けて銃を向けさせようというのだ。プーチンは国際指名手配犯となっているが、ロシア国民は自国の大統領がお尋ね者ということでいいのだろうか。無論独裁国家で独裁者に逆らうことは難しいのは理解できるが、不可能ではないことをワグネルが教えてくれている。国民が立ち上がらねばロシアは崩壊する。黙っていてはそのうち息子たちは徴兵され命を落とすことになる。自分たちが作り出したモンスターを自分たちの手で処分せよ。ウクライナの東部の村をロシア軍から奪還、港湾都市マリオポリへわずかに前進。ロシアへの大規模な反転攻勢を進めるウクライナのハンナ・マリャル国防次官は27日、東部ドネツク州のスタロマイオルスケ村をロ軍から奪還したと明らかにした。ボロデミル・ゼレンスキー大統領は同日、SNS にウクライナ国旗を手に奪還を表明する兵士らの動画を投稿した。アゾフ海に面する同州の港湾都市マリオポリに向けてわずかに前進したことになる。ゼレンスキー大統領は27日、南部の戦線を視察し、前線の補給や防空システムについて高官らと協議した。南部ザボリージャ州では主力部隊を投入し、攻勢を強化している。米紙ニューヨークタイムズは26日、米国防総省の複数の高官の話として、米欧から装備の提供と訓練を受けた兵士らで構成される数千人の部隊が投入され、ウクライナ軍が主要作戦を開始したと報じた。ウクライナ軍はこれまで主力部隊を温存しており、部隊投入は消耗した兵士の補充の可能性、米紙ワシントンポストとの見方もある。ロ国防省は26日、同州の南部戦線でウクライナ軍の3個大隊による大規模攻撃を受けたと発表。いずれも撃退したと主張している。米 CNN によると、ウクライナ軍は27日、
同州オリヒウ南方のロ軍占領地域の要衝トクマクへ激しいロケット弾攻撃を行った。一方ロ軍はウクライナ南部オデーサ州への攻撃を続けている。州知事は27日港がロ軍の潜水艦からのミサイル攻撃を受け警備員1人が死亡し貨物ターミナルが損壊したと明らかにした。オデーサを訪問したゼレンスキー氏は27日 SNS で我々はオデーサと南部地域を守る防空システムを求めていると述べ激化する攻撃に対しより精度の高いシステムが必要だとの見解を示した。